はい、どうも。はい、どうも。水溜りボンドです。お願いします。毎日動画ね。高尾山に行きました、今日も。はい、今日も。今日も。2日目。取りだめなんかしないから、俺らは。しないしない。取りだめ絶対しないから。今日も。今日も。昨日行ってあれだもんな。似てるわ。天気似てるわ。なんか今日おかしいわ、なんか。今日は昨日と一味違うぞ。一味も。二味も違うわ。はいはいはい。これを今から。ハルビーのポテトチップス。食べます、今から。ダメだよ。だからダメだよ、次から次へと行くなよ大中小、うん、いや、中と小そんな変わらない中は気圧があるから気圧というものがあるから、うん、あの山頂に行くと、うん、これがね、膨らむっていうの、うん、みんな見たことあるよね、うんなんかうん、このビッグか、うすしおか、のりしおどれが一番膨らむのかそれはあれじゃない袋に容量あれをやめろよ幅を持たせるのが一番膨らむあとビッグが一番こいつちっちゃいってなんだなあビッグのこいつ一番ちっちゃかったらビッグではねえしなんかそれかと思ったなあよしこれからじゃあこれが山頂に行ったらどうなるのかちょっと見てみたいなあ、面白いお前ねえねえあで俺らもビッグ登場するハハハハハこいつ映ってたもんだだだだ2日目2日目2連泊2連泊ということでねさっきのポテチが今上に来て、うん、あのヘクトパスカル的に、うん、なんとかヘクトパスカル的にヘクトパスカル的観点から考えて考えた考察した結果、うん、やっぱポテチの袋は膨らむのか、うん、やりきりました袋がね運びましたよ、うん、見ますかいきますせーのいやそんなだよそんなだよそんなだよでもまあちょっとなったよねちょっとズルするえ後ろでこうやって握るズルさあどうなってんのかだからね結局ヘクトパスカル的観点から考えてヘクトパスカル的考察ね考察をするとパンパンになったのかどうか 600m 山頂まで来たらパンパンになるのかと見てみましょう、ねうん、どうシャレならんよパンパンシャレならんよどうこれお前のもやばいなこれこうやって取って手打つ力入れて、うん、すごくないちょっとちょっと一回お前手休んで休んで、うん、な手休んでこれパンパンこんないったこれすごいっすよもうねすごいだから地上の時がこれだよねうんそうですで、山頂これですよそうただ今地上はなんでできるんだってということでポテチは地上に、麓にいる時よりも山頂の方が膨らんでると思われがちですがそんなことはなく、ここを握るとパンパンになります以上、今日の水溜りボンドでしたありがとうございましたはい、チャンネル登録お願いしますはだから、手元で食べるよりも山頂で食べるポテチの方が美味しい。